は、エリカンです。はい、ということでね、今ね、箱根っていうとこに来ました。今ね、強羅駅っていうとこに来て、実はがっつり観光するのはね、初めてなんで、めちゃめちゃ楽しみです。もう今日はね、もうがっつりね、防寒してきました。この後はね、星のおじさまミュージアムに行こうと思います。行ってきます。強羅駅からバスに乗って星の王子様ミュージアムへ行ってみました。なんと嬉しいことに障害者手帳を提示すると割引になるよ。心が癒される可愛いスポット、よかったら遊びに来てね。箱根彫刻の森美術館へ行ってみたよ。なんと嬉しいことに障害者手帳を提示すると割引になるよ。人間の想像力って無限なんだなって思えるような、ワクワクが止まらないアイデア満載スポット。なんと嬉しいことに迷路もあって道に迷っちゃいました。いや、絶対ここですよ、出口。あれ違う、ない。皆さん、箱根 Vlog 動画見てくれてありがとうございました。すごいね、楽しかったです。今回の箱根 Vlog 動画、どうだったでしょうか。ね、手帳一つでいろいろ行けるとこめちゃめちゃたくさんあるので、よかったらぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。そして、星の王子様ミュージアム、なんと2023年の3月いっぱいで閉まるらしいんですよ。人生で一度だけ行きたいなと思ってたんで、行けてすごい嬉しかったです。よかったらね、みんなの感想コメント楽しみにしています。コメント返信します。ということで、皆さん、この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、次回のオリカンとお会いしましょう。バイバーイ。